はい、こんにちは、こんばんは。今回は前回の動画、Core i7-860 へのね、アップグレードの話からの、続きとなります。前回でもちょっとお話ししましたけどもね、マーベルの SATA が遅い。で、それに加えて、この SATA 6 ギガのポートと PCIEX16 が配達利用ということで、6ギガにすれば PEC8 になってしまうということがね、分かったので、思い切ってさらなるアップグレードを決意しました。どうせアップグレードするなら、系付きのモデルがいいと思って、目標を Core i7-3770K、それから同じく i7-2700K、またあとは 2600K、この3つをね、目標に、ヤフオクとかね、いろいろ探してみました。しかしやっぱり値段が高いんですよね。系付きモデルになるとポンと値段が跳ね上がるので、最終的に Core i7 を諦めて Core i5 の 3570K こちらを購入しました。もちろん CPU だけあっても仕方がないので、こちらはメルカリで購入したんですけども、マザーボードはヤフオクで購入しました。それがこちらの ASUS P8Z68 Pro ですね。こちらの方を購入しました。チップセットが Z68 ということで、オーバークロック対応のマザーボードとなります。ということで、サブマシンのマザーボードを取り外して、新しくこちらのマザーボードとCPU を組み込みました。CPU クーラーはプッシュピン式のやつはあるんですけども、今回は冷却性能はするほど高くはないと思うんですけども、ネジで止めることができるディープクールの CPU クーラーを新たに購入して取り付けました。あとはスイッチを入れてね、動作の確認ということになるんですけども、ここでかつて経験をしたことのない出来事が発生しました。電源を入れても反応がありません。マザーボードはもともとジャンクとは書いてあったんですけども、まさしくジャンクでした。CPU のソケットを見てみると、ピンが1本曲がってました。なんとか直そうとしたんですけども、あまりにも小さすぎて、断念しました。しかしこのままでは終われないので、今度はメルカリで4200円のギガバイト GAP67AUD3B3 というね、えらく名前の長いマザーボードを購入しました。これも P67 ということでね、オーバークロック対応のモデルとなりますけれども、これ購入してから気がついたんですけども、出力、画像のね、出力ポートがありませんでした。で、今回はケースに入れずに裸のままね、動作を確認しました。でもやっぱりダメでした。ということで、3代目のマザーボード、アスロックの Z68 Pro 3、こちらの方を購入しました。こちらも Z68 ということでね、オーバークロック対応。値段はメルカリで3800円でした。はい、ということで3代目のマザーボードを注文したんですけども、ここでふとした疑問、もしかして BIOS アップデートしてないんじゃないかなというね、疑問が浮かびました。そもそもこの60代のね、チップセットは第2世代の、CPU の対応したもので、BIOS のアップデートすることによって第3世代にも対応するという、ものなので、可能性として
BIOS はアップデートをしてないのかなということを感じたので、Core i3 の2100を念のために購入しました。こちらは第2世代の CPU なので、まあ、これを取り付けても反応がなければ、まあ、マザーボードがいかれている可能性が非常に高くなります。はい、ということで今回は大丈夫だろうということでね、ASRockのマザーボードに Core i3 の2100を取り付けてケースの中に入れて起動を確認してみました。するとファンはね気持ちよく回るんですけども、画面が出力されないという状況になりました。でまあ一旦ね、CPU を取り外して綿棒にクレイ226を吹き付けて CPU の裏を、まあ、綺麗にお掃除しました。再び CPU をマザーボードに戻して起動するとやっと BIOS の画面が出ました。ということで速攻で BIOS をアップデートしていきました。まあ、何度もねCPU をつけたり外したりはしていたので、まあ、気づかないうちにね、CPU の、まあ、裏が汚れていたようです。まあ、目視ではわからなかったんですけどね、まあ綿棒で拭いたらねやっぱりちょっと色が変わったんで、まあこの辺は私のミスだったのではないかなと思います。ということでこの後 Core i5-3570K をね取り付けて現在は元気よく動いてくれております。続いて先に購入した ASUS と Gigabyte のマザーボードなんですが、 ASUS の P8Z68 Pro については Core i3 の2100を取り付けても反応しないのでピン曲がり、これを直そうとしたんですけども、かえって悪化させて完全なジャンクになりました。続いて Gigabyte のマザーボードの方なんですが、こちらもソケットをよく見てみるとピン曲がりがありました。多分 CPU をつけたりね外したり何とかしてたので、まあ、その時に曲がってしまったのかもしれませんけれども、待ち針を使って修正にチャレンジしました。で多分 ASUS でのね、まあ、練習が生かされたのか、なんとか、ピン曲がりを修正することができました。ということで動作の確認に入ったのですが、 CPU ファンはね回るんですけども、しばらく回ると止まる、でまた回り始める、そして止まる、まあこれをね、繰り返すようになりました。そこで今度はクレ556をつけた綿棒でソケットを、まあ、ピンを曲げないように掃除してみました。さらに CMOS クリアやボタン電池の交換、まあ、これはASRockの時もね、何度もやったんですけども、これをやって動作の確認に入りました。そして何度か電源をね入れたり切ったりしていたら突然この画面が現れました。多分、まあ、これデュアルバイオスなんでね、サブのバイオスから、まあ、読み込みますよというようなことではないかなと思いますので、まあ、ラストノウングッド、まあ、これを読み込んでみました。しかし結果はダメで、再び CPU ファンが回ったり止まったりを繰り返すようになりました。それから幾度となく電源を入れたり切ったり、まあ、繰り返していたんですけども、どれくらいですかね、もうかなりの回数やったら再びこの画面が現れました。今回はどれを選ぼうかと思ったんですけども、まあ、祈るような気持ちでデルキーを押して BIOS のセット画面を目指しました。すると祈りが通じたのでしょうか、なんと BIOS 画面が現れました。ここまで来れば買ったも同然です。以前ねメイン PC で使っていたケースに
マザーボードを組み込み、Windows をインストールしました。使用できる CPU クーラーが Core i7 の860で使っていたものしかなかったので、ちょっと Core i3 の2100にはもったいないぐらいよく冷えるものなんですけども、まあ、とりあえず、完成祝いということでね、取り付けてあります。はい、ということで、今回はサブ PC をアップグレードしようと思ったら、大変な苦労をした上に、おまけの PC が出来上がったと。そういうお話でした。長時間ね、お付き合いどうもありがとうございました。これからもね、パソコン関係の、動画はどんどん上げていこうと思いますのでね、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。